日本代表 MF 三笘薫にとっては朗報だろう。イングランドプレミアリーグのブライトンを指揮するロベルト・デゼルビ監督、43、が、来季もチームの指揮を続けたい意向のようだ。グラハム・ポッター監督、当時、がチェルシーに引き抜かれ、今季途中から監督を任されると、三笘らを抜擢してチーム成績を上向かせるなど手腕を発揮。同一リーグ内はもちろん欧州内の評価を高めており、現地ではトットナムが、アントニオ・コンテ監督の後任候補に挙げると報じられるなど複数クラブのターゲットになっている。しかしイギリスメディア、チームトークは、トッテナムが次期監督としてロベルト・デゼルビを招聘する見込みが極めて低いこと分かった、と報じた。今季リーグ戦成績で来季の欧州チャンピオンズリーグ、CL、欧州リーグ、EL、出場権獲得の可能性を残す位置につけており、ブライトンとデゼルビ監督は来季も続行を希望しているという、ビッグクラブから熱視線を継がれる三笘も残留すれば、指揮官チェンジによるリスクを避けることができる。ブレイクのきっかけを与えてくれたデゼルビ監督の元来季もブライトンで大暴れとなるのだろうか？